今回は、東北の山村で崇められる石引様、七の死後に見る夢、という話を紹介します。ではどうぞ。最近、俺の住んでるマンションで、騒音騒ぎがあったんだよ。そんで昔の話を思い出したんだ。あれは確か、小6くらいの時だったと思う。毎年8月頃に、母方のじいちゃん家に遊びに行くのが、俺ん家の恒例だったんだよ。じいちゃん家ってのは、山形の寂れた村の中にあるんだ。あたり一面山だらけ、外遊びが嫌いな俺にとっちゃ地獄だったね。仕方ないから、家の中で、ゲームボーイアドバンスでもしてると、じいちゃんが怒鳴るんだ。いつまでも家にいるな。ってな、もう最悪だったよ。だから俺は、じいちゃん家に行くのが嫌だったんだ。外出たところで遊び相手なんて誰もいやしない、同い年の子供がいないんだよ。若くても最低20歳くらい。遊びに付き合ってくれる年齢でもないし、そもそも俺だって遊びたくねえし。できることと言ったら、山の探検くらいだった。真っ昼間から、木の棒片手に勇者ごっこしてたよ。ちょうどその頃、ドラクエにハマってたしな。何の気なしに田舎道を歩いていた、その時だった。近所のおばさん、A さんが、道の真ん中でずーっと突っ立ってたんだよ。年齢は確か、その時で40歳くらいだったと思う。ヨレヨレの黄ばんだ T シャツに、汚ねえジーンズ履いて、両手をブラーンと垂らしてるんだ。すんげえ猫背だったのも覚えてる。空がめちゃくちゃ綺麗で、暑い日だったからさ、A さんの汚さが印象強かったんだ。田舎の情報も売って早くてさ、誰が何してるとかはもう筒抜け。A さんは、ボケた母親と二人暮らしでさ、介護でほとほと疲れてるって話だった。いろいろおかしい人だから近づいちゃダメよ。お袋からそう聞かされてたんだ。10歳そこらのガキでも、さすがにヤバい、ヤバくないの判断はつくだろ？俺でもヤバいって思った。だからロイって会釈して、したつもりだったかもしれん通り抜けようと思ったんだよ。そしたらいきなり。うひゃ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 。俺、びっくりして。声も出ないって、こういうことなんだなって思った。動けなくなっちゃってさ、急に笑い出した A さんをじっと見てた。いや、見てたっていうか、見るしかなかったんだよ。何されるかわかんないじゃん。背中向けて逃げる方が怖いって思ったんだと思う。だからじーっと見てた。A さんは、目玉がヨロヨロしてて、舌を突き出して、ただただ空見て笑ってた。ゲラゲラ、っていうよりも、うひゃうひゃ、なんだよ。口から空気が擦れて出る感じ。それから1分くらい経ったかな、結構すぐだった。A さんが走ってどっか行っちゃったんだよ。走り方も奇妙でさ、北丸線の軍隊みたいに手と足の振りが大きいんだ。それも不気味で、しばらくほうけてた俺だけど、なんとかじいちゃん家に帰ったんだと思う。思うっていうのは、正直、家に着いてからのことを覚えてないんだよ。お袋から、こんなんだったよ。って、後から聞かされたんだ。ちょうど、ばあちゃんが、夕飯作り出したくらいだったらしい。俺ちゃんの様子が尋常じゃない。って、大騒ぎになったんだって、相当ひどい顔してたんだと。今はある程度理解できてるけど、あの時は、どのホラー映画よりも怖かったんだ。元気だけが取り柄な俺が、青ざめて帰ってきたら、そりゃ驚くわな。じいちゃんとかお袋たちも集まってきて。何があったとか、どうかしたかとか、一斉に聞くんだよ。その時の俺は、ああ、とか、A さん、とか、ボソボソつぶやくだけだったらしい。俺の意識が戻ったのは、次の日の昼頃だった。じいちゃんが、寝っ転がりながら将棋のテレビ見てたっけ。何があったんだって聞くから、見たことをそのまま話した。そしたら、ばあさん、ばあさん。って、いきなり騒ぐんだよ。わけわかんねえって思って聞いてみたら、じいちゃんが言ったんだ。おめえ、そりゃ石引様だよ。って、石引様。漢字だと、石引様。って、書くらしい。聞いたことないと思うんだが、マジモンの神様らしいんだ。都会育ちの親父は知らなかったみたいだしな。じいちゃんの村では、昔から信仰されてたらしく、毎年8月にあるお祭りも、石引様のためのもんだったらしい。お祭りって言っても小さいやつだよ。正直、町内会の集まりレベル。お菓子がもらえるから、俺は結構好きだったんだけどさ。県民性ってあるだろ？東京だと冷たいとか、大阪だとがめついとか、山形の場合は、気が強い、んだよ。結構カッとなって、強く言い過ぎちゃう県民性らしいんだ。でも、本人たちは後悔してるらしいぜ。ああ、言い過ぎた。って、もうちょっと、人付き合いが上手くなりたいっていうのは、今も昔も変わらない悩みだったらしい。で、この石引様がありがたがられているのは、他人に優しくなれるようにしてくれる神様、だからなんだ。言い過ぎない、ように、うまく調整してくれる神様。
当時の人たちからすると、ありがたかったんだろうな。だから毎年しっかりお祭りしているんだって、ばあちゃんが言ってた。でも、いいことばっかりじゃない。逆に、言いすぎる人には、罰を与える神様でもあるらしいんだよ。A さん、お袋の高校の後輩でさ、昔は結構付き合いあったみたいなんだよ。大人になってからも、2年に1回くらいは連絡来てたらしい。結構早めの結婚だったらしいんだけど、男運に恵まれなかったみたいで。お袋への相談の内容は、いつも DV 関係だったんだ。だから子供とかにも恵まれなくてさ、いろいろ苦労してたところに、母親が倒れちゃったらしいんだ。30後半で村に帰ってきて、ろくな仕事がない、相当荒れてたみたいで、母親への当たり方もひどかったらしい。じいちゃんたちも、毎日のように悪口言ってたよ。A は石引様の怒りに触れたんだ。って、じいちゃんは言ってた。狂ったように笑い出したり、気功に走ったりするのが、石引様の罰らしい。守り神を怒らせたってことで、村中は大騒ぎだった。これまでも、A さんみたいに、怒らせちゃった人はいたみたいなんだよ。その時は、決まって良くないことが続いてたらしい。怒りを鎮めるには、祭り、の日に、特別な、儀式、をするしかないみたいなんだ。俺が目を覚ました日から、村がバタバタし始めたのを、今でも覚えてる。それから、2日くらい経ったあたりだな、東京に帰る前日、例の祭りが始まった。村のいろんな場所にろうそくとか、提灯とか、しめ縄とかを飾るんだよ。あたりが真っ暗になったら、村人がみんな中央広場に集まる。そんで、鈴をシャンシャン鳴らしながら、村中をぐるぐると練り歩くんだ。村長を先頭に3周くらいかな。その間、誰も何も話しちゃいけないんだ。笑い声を上げるとかは絶対ダメ。本当は表情も無表情がいいらしいんだけど、そんなのできないだろ？だからわざわざお面を使うんだ。俺が使ってたのは猿のお面だっけ。俺はてっきり、この村周りが、儀式、なんだと思ってたんだけど、違ったみたいだ。3周した後、みんなで広間に集まった。普段なら、もう飲めや騒げやのどんちゃん騒ぎなんだけど、今回は様子が違うんだよ。村長のじいさんが、ゆっくり仮面を外したんだ。それにつられて、みんな一斉に外してた。これから石積みの剪定を始める。村長が言って、みんなうなずいてた。それで、みんな黙って A さんを見てるんだ。え？村長は、名前を呼んだっきり黙り込んだ。ほら、言葉にしなくてもわかることってあるだろ？村のみんなが、お前の責任だ。って、睨みつけてるんだよ。お前の責任だから、お前が何とかしろ。俺、ガキながらわかったよ。この中で一人、犠牲を決めようとしてるんだなって。そんで、それが A さんなんだなって。A さんは躁鬱みたいな感じになってて、祭り中ずっとおかしな感じだった。もう、まともに会話ができないっていうか、見るからにおかしいんだよ。よだれとか鼻水とか、だらだら垂らしてさ、正気じゃないんだ。村長が呼びかけて、村の連中が詰め寄っても、ヘラヘラしてるんだ。あっちこっちからため息が聞こえてきてさ。俺は、どうなるんだろ、って、思ってた。したら、いきなりじいちゃんが俺の首根っこ掴んで、前に出たんだよ。んじゃ、うちの孫で頼みます。俺、頭の中真っ白になって、じいちゃんの顔見たんだ。そしたら、びっくりするくらい無表情なんだよ。それ、すごい怖くて。いやだいやだ。って叫んだら、横から出てきたお袋に、思いっきり撃たれたんだ。もう黙るしかなくてさ、泣きべそかきながらずっと黙ってた。助けてくれる人いないかなって見てたら、ばあちゃんだけが、ぐるぐる震えてた。多分同情してくれたんだと思う。儀式に出るのが俺に決まった後、俺は、村長の家に連れて行かれたんだ。ついてきてくれたのは、じいちゃんだけだった。石引様っていうのは、石が好きな神様みたいなんだ。昔のお金は石だったっていうだろ？それこそ、宝石なんて石の種類だよな。だから、貴重な石を捧げるっていうのが、信仰心を試す儀式なんだと。私たちは、今でもあなた様への感謝を忘れていません。それが、石積みの儀式の始まりらしい。多分、村長の家に行った時に、そんな話をされてたんだと思うぜ。でも、当時のことはあんまり覚えてない。ほんと、パニック状態だったし、小6だぜ。アラサーになった今でも、頭真っ白になる自信はあるね。村長の家に案内された後、村長の奥さんだと思われるばあちゃんが出てきて、俺に何かを振りかけ始めた。しょっぱかった記憶があるから、多分塩だったんだと思う。清めー、清めー。ってつぶやきながら巻くんだぜ。ホラー雰囲気マックスだよ。マジ逃げ出したかった。それより怖かったのが衣装だ。村長の家には、なぜか俺にぴったりの白装束があったんだよ。村で同い年の子供なんて、ほとんどいないんだ。最低でも成人してるんだぜ。
それなのに、しっかりした衣装があるんだ。今思い出すだけでも震えてくる。無理やり着替えさせられた後、今に連れて行かれた。お前さんに儀式の内容を伝える。村長が言うと、奥さんもじいちゃんも、背筋を伸ばして聞き始めた。村長の家の真裏に一本道がある、道は、山の中にどんどん続いているらしい。田舎だから、脇道にそれればすぐ山の中なんだが、その一帯だけは、しっかりと封鎖されてるみたいなんだ。それで、山の奥に祠があるらしい。その真下あたりに石を積むんだ。石は何でもいい、数は多い方がいい、なるべく、村人全員の顔を思い浮かべて積むんだ。これは誰々さんの分、これは誰々さんの分、ってな、形も大きさも指定はない、珍しい石じゃなくてもいい。なんだ、そんなことか。って、正直思ったね、散々驚かした割には、大したことないじゃんって。そんな儀式よりも、おかしくなった村の連中の方が怖かったからさ、頑張って早く終わらせてやろうって、意気込んでたんだ。何があっても、石引様の御前で粗相だけはしてくれるな、言葉を発さず、必ず一人で行くように。粗相がわからない俺に、じいちゃんは猿のお面を渡してくれた。俺はそれをつけながら、懐中電灯片手に、儀式に行くことにしたんだよ。何があっても、騒がないことだけ心に決めて。夜の山の中って、本当に真っ暗なんだ。マジ、闇、何も見えない。何が怖いって、見える部分よりも、見えない部分の方が多いんだよ。懐中電灯が照らす部分しか、見えないんだ。昔の人が妖怪を信じてたってのも、割と馬鹿にできないくらい怖かった。都会生まれ都会育ちの俺にとっては、結構きつかったね。ましてや小6、今の方が臆病になっちまったかもしれん。早く帰りたい一心と、また別な理由で、山ん中を進むことができたんだ。俺、思ったんだよ、石引様って、悪い神様じゃないだろって。昔から人間には優しい神様で、A さんに怒ったのも、A さんが悪いからだって。だから正直、ちょっとワクワクしてたっていうのもあったんだ。どれくらい歩いたんだろうな。道中で石とかを拾いながら、独り言とかも一切なしで歩き続けたんだ。そしたら、あったんだよ。小学校とかによくある、あの箱あるだろ。なんか細長い棒が伸びてて、その上に家みたいなのが乗っかってるやつ。百葉箱って言うんだっけか？あれみたいなのが、ポツンと突っ立ってた。木製の祠でさ、窓みたいなのが、ぴったり閉まってるんだよ。よくありがちなお札とかは貼ってなかったな。最初の感想は、なんかしょぼい、だったんだよ。石引様なんて言うから、もっとすごいもんだと思ってた。なんか拍子抜けしちゃってさ、俺は、持ってきた石を黙々と積み始めたんだ。積むって言っても、そんなに綺麗に積まなくてもいい、才の瓦でもないしな、崩したところでおとがめはなしだ。結構俺、へっちゃらだ、って、思ったんだよ。石引様に会えないのは残念だったけど、まあ別にいいかって、早く終わらせてゲームでもやろう、そう思って石積んでた。そしたらさ、急に耳の裏が痒くなってきたんだ。ポショポショポショ。って、何かが聞こえるんだ。なんか虫の歯音が、とかじゃないんだ。声がするんだよ。ポショポショ、ポショポショ、ポショポショ。呼びかけられてるんじゃないんだよな。囁かれてるわけでもない。どこからか音がする。それは絶対に遠くないって、そんな感じ。最初はビビったけど、別に音がするだけだ。おとなしく、石をどんどん積んでいったんだよ。積めば積むほど音が大きくなるんだ。ポショポショポショ。が、ボヨ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 になってガヤ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 になるのに、そんなに時間はかからなかった。うるせえなって思って後ろ振り向いたんだ。やっぱり誰もいないんだよ。なんかムカムカしてきちゃってさ、思わずチって舌打ちしちゃったんだ。やらかしたって思った。さすがに俺でも舌打ちが粗相になることくらいわかってた。やべって思って反射的に祠を見たんだよ。祠開いてたんだ。正面の窓がぱっかり開いてて、真っ暗な中身が見えてた。それ見たとき、無意識に。あ、って言っちゃったんだ。すぐさま口を押さえたよ。粗相するな、もう、喋るな、もう破っちまったんだ。ことのヤバさは肌感覚でわかってた。でも、いつまで経っても何も起こらないんだ。祠の中から、何が出てくるわけでもないし、俺に超常現象が起こるわけでもない。なんだよ、本当の本当に何もないじゃん、って思った。ビビってた俺がバカらしいって、徐々に冷静になった後に気づいたんだ。そういえば、あの、ボショボショした音が聞こえなぁ。ウシャ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 。いきなり、不気味な声が響き渡ったんだ。あの A さんの時と、同じだった。俺、もう限界で。うわぁって、叫びながら逃げ帰った。マジで、マジで怖かったんだよ。殺されるかと思った。この、殺されるっていうのは、俺見ちゃったんだよ。あの、
うじゃじゃ、が聞こえた瞬間、祠の中から、何かが出てきたんだ。白い触覚みたいな、なんかぬるぬるしてそうなのが、それに殺されると思ったんだよ。もう走ったね、走って走って走ったね、道中、思いっきり転んだけど関係なし、足がもげるんじゃねえかなって思うくらい、全力疾走した。村長さんの家に近づけば近づくほど、明かりが増えてった。家に着いた時には、涙でボロボロだったよ。猿のお面で見えてなかったみたいだけどな。村長の奥さんが、頑張ったねえ、偉いねえ、って、言ってくれたのを覚えてる。なんかお風呂を用意してくれてたみたいで、転んだ時の泥とかも洗えたんだよな。湯船に浸かってさっぱりしたところで、村長に呼ばれたんだ。どうだった？って、俺さ、その時嘘ついたんだよ。うまくやれたよ。って。粗相しなかったか？何も言わなかったか？って聞かれたけど、全部。大丈夫、って通した。この嘘に理由があったわけじゃない。なんかあるだろ、そういう本能的なやつ。俺は祠の中身を見ちゃったから、余計に、黙っておこう、って思ったんだよ。村の連中だって、自分たちが信じているのが、変なヌルヌルだった、なんて思いたくないだろ。もちろん、ガキの俺がそこまで考えてたわけがない、いろいろまとめて、なんとなく嘘をついたんだ。だから村長が、本当によかった、汚い大人たちを許してくれ。って謝ったのを見て、心が痛んだんだよね。今でも、思い出すと結構きつい。家に帰ったら、ばあちゃんもお袋も泣いて喜んでくれた。お袋はしきりに。ごめんね、ごめんね。って謝ってたっけ。終わった後のことの方がくっきり覚えてるんだよな。親父がその時に見てたテレビとかさ。後から聞いた話なんだが、儀式っていうのは、当事者がやらなきゃ意味がないらしい。この場合だと、A さんが一番の当事者なんだ。でも、肝心の A さんは頭がおかしくなってた。逆に、石引様に訴訟するかもしれんっていうのは、村の会議で悩みの種だったみたいなんだ。そもそも俺がぶっ倒れなきゃ、こんなに話が大きくなることはなかった。俺がじいちゃんに、A さんの話をしてなかったら、誰もこのことを知らなかったはず。じゃあ、騒ぎを持ち込んだ俺にも責任があるよね。っていう暴論で、俺が選ばれたらしい。ほんと、とんだ貧乏くじだった。今思い出しても笑えない。おかげで俺はしばらく、魚介類が食べられなくなった。あの祠から出てきたやつを思い出しちゃうからな。マジでいい迷惑だ。その年の冬に、じいちゃんが亡くなって、後を追うように、ばあちゃんも亡くなった。ゆかりが亡くなった俺たちは、その年を境に村に行かなくなった。で、なんでこんな、昔の話を書いてるのかっていうと、つい先日、お袋から面白い話を聞いたからだ。帰省した時に、昔のものを漁ってたら、ゲームボーイアドバンスが出てきてさ、なんか色々と懐かしくなったんだよ。そんで、お袋に聞いてみたんだ。石引様って、結局何だったの？って、そしたらお袋。あれは本当に恐ろしいよねー。なんて言うんだ、俺びっくりしたんだよ。いやいや、いい神様だろ、俺たちの味方じゃないのか？って言ったら、お袋がすんげー顔しててさ、そこらにあったメモ用紙に、サラサラって文字書いたんだ。石引様。って、俺、めちゃくちゃ混乱して。石引様だろ。って言ったら、正しくは違う、なんて言い出すんだ。石引様っていうのは、石を奪う神様らしい。他人に優しくなれる、っていうのは副次的な効果みたいなんだ。その人から、石を弾き飛ばしちゃうっていう、本当に恐ろしいやつだった。じゃあ、石ってどっから出てきたんだよ。って、聞いたんだよ。そしたらお袋が。言葉遊びだ。って、言うんだ。石っていうのは目には見えない。でも、何かを献上しなきゃいけない。だから一種の言葉遊びで、石を並べる。あなたに逆らうつもりはない。私の石、を渡します。あなたに従います。だから、見逃してください。祭りの晩に、お面をかぶったり、話をしちゃいけないっていうのは、そういうことだったんだ。楽しそうに笑ってたり、何かを話してたりすると、従ってない、ように見えるからな。石があるように見えるのはダメ。自分の石は石として渡すんだ。俺がやった儀式も同じさ、村の代表として石を積みに行く。村のみんなの顔を思い浮かべながらっていうのは、そういう意味でもあったんだろうな。あれからもう10年くらい経つけど、魚介類は克服できたぜ。何の気なしに寿司を食べてみたら、これがマジでうまくて、そっから話題の魚介好きだ。だから、石引様のことも忘れてたんだろうな。もうとっくにあらさ、そろそろ結婚でも考えたいんだよ。帰省の度に、彼女は、って、お袋がうざいんだ。モテないわけじゃないんだぜ。結構夜の街で引っ掛けたりするんだけど、なんか俺、寝言がひどいらしいんだ。前の晩まではノリノリだった娘たちも、朝になるとドン引きしてるんだよ。みんな、
寝言がうるさいって言うんだけど、全く記憶にない。ほんと、何なんだろうな。親父の一周期から、不思議な夢を見るようになった。俺は、高校生の頃から、ちょっと両親とうまくいかなくなって、反抗期の延長か、高校卒業後には、意地になって家を飛び出して、知り合いのつてで、工場で働かせてもらうことになった。親父には、家を出る前に殴られたし、母親の方は、別に亭主関白って家庭じゃないけど、親父に従う性格だったから、家を出る前に、元気でやるように言われたのを覚えている。それで、家を飛び出して5年後くらい。俺も成人して、十分一人で食べていけるくらいには、生活できるようになってた時に、母親から、親父が亡くなったと連絡が入った時は、放心状態になったものだ。母親とは、大体多くて数ヶ月に一度、少なくても半年に一回くらいは、元気でやってるとメールをしていたのだが、今まで、親父のことに触れたことはなかったからだ。葬式のために実家へ戻った時に聞いたが、親父は、病状は絶対に俺には伝えるなと、母親に口止めしていたらしい。最初は、まだそんなに親父は怒ってたのかと考えて、いろいろと反省したものだが、母親曰く、弱ってるところは見せたくないとこぼしていたそうだ。そう聞くと親父らしいなとは思ったが、人間、失って初めて気づく生き物とはよく言ったものだ。俺は親父の葬儀の後、生きているうちに謝っていればと、実家の自室でワンワン泣いた。それから早一年、親父の一周忌のこと、母親に、早いもんだなぁ、と、しみじみつぶやくと、あんたが手伝ってくれたから助かったわ、と、お礼を言われた。俺は親父の葬儀の時もそうだったが、葬儀後の打ち合わせや連絡を、母親に代わってこなしていた。もちろん、母親は放心状態だったから、ただ一人の子供である俺が、やるしかない状況だったのもあるが、やっぱり、親父への償いの気持ちが強かった。それでも母親の役に立てたことは素直に嬉しかったが、やっぱり寂しい気持ちはあった。そして、その晩だった。俺は夢を見た、小学生時代の夢だった。運動会の最中で、懐かしいグラウンドの上に、俺たち学童が集まり、周囲から、父兄の群衆が声援を送っている。俺は、そわそわしながら、群衆の中から両親を見つけ出して、手を振った。すると、母親がにっこりと笑いかけ、父がカメラを片手に構え、大きく手を振って見せた。ああ、若き頃の親父だ、まだ黒髪で量もあるし、シワも少ない。小学生の俺は、かけっこで一番になってた。親父は一番になった俺に、夢中になってカメラを向けて、かっこいいぞ、と、声を張ってたのが、ちょっと恥ずかしかったけど嬉しかった。そういえば、こんなことあったなと、俺は夢の途中で目が覚めた。懐かしいなぁ。そういった感情と一緒に、涙が溢れ出た。その朝、俺は母親と朝食をとる中、夢の話を語らった。小学校時代の記憶なんて、夢で見るまでほとんど忘れていたが、母親の話を聞けば次々に思い出していく。幼い頃は本当に親父に懐いてたし、可愛がってもらってた。不思議な夢だったが、もしかしたら、親父が喧嘩別れしたままの俺のために、見せてくれた夢なのかもしれないと思い、俺は頑張って生きていこうと思えた。それから、あっという間に時は過ぎて、親父の三回忌がやってきた。満三年ともなると、だいぶ心も落ち着いてきたのか、悲しさより懐かしさの方が強かった。慣れたように法要を済ませた俺は、当然仕事を休んで帰省しているため、その年も実家に泊まった。そして、一年ぶりの母親と、仕事や生活の話、というかほとんど報告に近かったが、意外と話は弾んだ。そしてその晩、再び俺は親父の夢を見た。中学の俺は柔道部に所属していたんだが、当時はそこまで体格に恵まれてなかったから、個人の1回戦で敗退して落ち込んだものだ。親父は、仕事を休んでまで見に来てくれたのに、申し訳なかった。それでも、俺が試合から帰っても、メソメソしていたらちゃんと叱ってくれたし、まだまだ成長期だから、これから体が出来上がっていくから心配するなと、励ましてくれた。確か、この時から、俺は茶碗2杯は食べるようになったんだっけ、と思い出した。よく食べて運動して眠る、そのルーティンのおかげか親父の遺伝か知らないけど、今では平均身長より大きくなった。それなのに、俺は高校進学後、勉強についていけなくてだんだんと落ちこぼれていき、遅めの反抗期に入った。あんなに好きだった親父や母親から距離を置き、高校から始めたサッカー部も、幽霊部員になって放課後は友達と遊びほうけてた。家に帰り母親から、勉強したの？と聞かれれば、うっせぇ、と言い放って自室に戻る。夕食は、むすっとした顔で親父と一緒に飯を食い、一言も話さずに、食後は部屋に戻ることがほとんどだった。今思えばどうしてこうなったんだろうと、この頃の俺を怒鳴りたくなる手たらくだ。親父と喧嘩したのは、進路を決めないといけない高校3年の時だった。
親父は俺を大学に進学させて、将来困らないように、最低限の学歴をつけさせる考えだったが、俺は、すぐにでも家を出て働きたいと反発した。当時の俺はとにかく家を出て自立し、好きなことをしたかったんだ。親に縛られるのなんて格好悪いと思ってたし、勉強も好きじゃないから、大学に行きたくなかった。そのせいで親父と言い合って、初めて取っ組み合いの喧嘩をしたんだが、割といい勝負になってた。喧嘩といっても、俺も親父もかろうじて時勢が働いていたからか、殴ったりはしなかった。その代わり、相撲みたいに投げ飛ばしたり、ひっくり返したり突き飛ばしたりしたから、家の中の家具がめちゃくちゃになった。それで俺は、こんな家出てってやる、という定番のセリフを吐いて家を飛び出したんだけど、玄関を出たところで、リビングの方から、塩負けしよう、と、親父の方も定番のセリフを吐いてた。こうして、当時のやりとりを俯瞰すると、クスッとすると思いつつも、この時の親父はまだ元気そうだなとも感じて、ちょっとしんみりした。それで、高校生の俺が、家を出て泊まり歩く生活なんてできるはずもなく、友達の家で一泊した翌日には、恥ずかしながら家に戻った。親父はすげえ怒ってたが、固く結んだ口を開くこともなく、俺もそんな親父に一言も謝ることもせず、家庭内別居みたいな状態が高校卒業まで続き、俺は卒業と同時に友人のつてで決まった工場で働くため、家を出たんだ。懐かしい夢だった。三回忌だからか、何回忌に俺の反省を見せられたようで新鮮だった。その分、やっぱり親父は、俺が謝るのを待ってたんじゃないかと思えた。きっと親父は、俺が親父譲りで強情なことを知ってるから。こうして夢を見せて、俺と親父が仲が良かった時のことを、思い出して欲しかったんじゃないかと思った。朝、俺は親父の仏壇の前で手を合わせた。今更で恥ずかしいんだけど、ごめんなさい、親父。仏壇の前で喋るなんて、思ってた以上に恥ずかしかったが、心はちょっとだけスッキリした。親父が見せてくれた夢のおかげで、心の整理ができたんだ。感謝しなければならない。こうして俺は、本当の意味で、過去の呪縛から解き放たれたかのように、すがすがしい気持ちになれたのだ。と、思ってたんだけど、翌年のこと。俺は毎年親父の命日の前後、都合のつく日には帰省するようにしてるんだが、4年目の時にも夢を見たんだ。その夢は意外にも、俺の思い出の夢じゃなくて、親父と母親だけが登場してた。リビングはすごい荒れ果てて、テーブルなんかは倒れ、ソファは部屋の隅に追いやられ、小物は棚から落ちて転がってた。親父の部屋着はヨレヨレになってて、いつもはビシッと決めていた髪型も崩れてた。肩で息をして鬼の形相だったことから、俺は、この夢は俺と喧嘩した後の家の様子なのだと悟った。親父の背後に、母親が恐る恐る歩み寄って、あなた、と、肩にそっと手をあてがう。しかし、普段あんなに温厚で母親思いの親父が、母親の手を払いのけ、きっと睨んでこう言ったのだ。やっぱ血は争えんな。ふう、ふう、と歯ぎしりする親父と、震え上がり恐縮する母親。大きくなってわかった、あれはあのクソ野郎とそっくりだ。あいつも勉強はできなかったし、平気で暴力に訴えるやつだったしな、遺伝はどうしようもないな、なあ。俺は親父の言ってる意味がわからなくて、母親を見やるが、母親は。ごめんなさい、ごめんなさい。とうずくまって泣いていた。どうせ俺の子じゃないしな、出て行ってくれて清々したよ。そう言って、親父はソファを蹴り倒して、ドカドカと書斎に姿を消した。そして、残された母親は一人、その場にうずくまったまま、ひたすら誰もいない空間で泣き続けていた。俺は悪夢のような夢から飛び起きた。尋常じゃない寝汗をかいていたが、それどころじゃないくらいに気が動転していた。あの夢は何なんだ、俺は親父の本当の子供じゃないのか。母親はなんで、何も言い返さずに、泣きじゃくっていたんだ。そういった考えが渦巻くと、途端に実家の自室が全て偽りのものに見え始めた。俺は一体誰の子なんだ。もちろん、ただの夢なんだが、これまでも親父の命日に、俺の反省のような夢を見てきたことから、どうしても真実味が強く思えてしまう。だから、俺は朝食を済ませた後、いつものようにリビングでくつろいでいる時に、思い切って母親に聞いてみた。ねえ、俺って親父の本当の子供なん？すると、母親は、え？と、驚愕したような、悪い方向に予想していた反応が返ってきた。それから、別に怒らないから教えてほしいと母親に願うと、母親は、俺が不倫相手との子供だと教えてくれた。つまり、父は不倫相手の子供の俺を、認知して育ててくれていたのだ。不倫相手、俺の本当の父親はとんでもないクズ男で、ほとんど半グレみたいな人らしいのだが、親父が凄腕の弁護士を雇って、きっちり慰謝料を請求して社会的に抹殺したそうだ。本当の親父が、想像以上にクソ野郎でショックだったが、夢が的中したのもショックだった。ちょっとスピリチュアルになるが、もし親父の命日の度に見ていた夢が、親父からのメッセージだったとすれば、親父は一体俺に何を伝えたかったのだろうか。
お前は俺の本当の子じゃないから、好き勝手にやれ、なのか？それとも、所詮、お前はあのクズ野郎の子供だから、どこまで行ってもクズだ。って言いたいのだろうか。今さら、俺が不倫相手の子供だって知っても、正直そこまで母親を恨む気持ちもないし、教えてくれなかった親父に、文句を言いたいわけでもない。ただ一つ気がかりなのは、死んだ親父。つまり、育ての親父は俺のことを恨んで死んだのか、それともどこかで仲直りしたかったのか、どっちなのだろうという純粋な疑問だ。母親曰く、親父は死ぬ直前まで、俺のことには一切触れなかったそうだ。親父が俺をどう思っていたのかは、親父が本心と一緒にいなくなってしまったので、知ることはできない。以上が、俺が親父の一周期から体験した、奇妙な夢の話なんだが、今はもう親父の命日に変な夢は見なくなった。ただ、俺の心は、命日が来るたびに、未だにもやもやし続けている。話は以上となります。気になったことがあれば、コメントをお願いします。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。